次に中国による邦人の拘束事案、ここに一冊の本があります。鈴木英二さん、この人は、まあ、中国に拘束をされて2279日と書いてある。大変長い時間拘束をされた。彼は、私この鈴木さんと1時間半ぐらい会って話聞きましたよ。聞きましたよ。なんて言ったのか。自分が捕まった理由の一つとして、まあ、北朝鮮のチャンソンデク、金正恩いるの、まあ、妹さんの旦那さん。これが、まあ、射殺された。そのことを中国人と喋っていたということが、逮捕された理由の一つだと彼は言っている。その時に、おかしいじゃないかと言って彼が言ったら、中国側のある人間は言ったのが、新華社通信に書かれていないことを喋るのは違法であると。こういうふうに言ったというんですが、このことは彼がそういうふうなことを言明していることは承知していますか。安藤領事局長。お答え申し上げます。委員ご指摘の書籍の内容、それからご指摘の法人の方のですね、発言について我々としても承知しているところでございます。委員長。松原君。であれば当然、まあ、中国がこの鈴木英二さんを逮捕した理由の一つとして、公安調査庁と面識があったと。公安調査庁は中国側はスパイ組織と認定しているんで、そこと関係がある人間は当然それは逮捕される条件であると。このことも彼は言ってますが承知してますね。安藤領事局長。繰り返しになりますが、ご指摘の 書籍の内容、それからご指摘の法人の方の発言については我々としても承知しているということでございます。松原君。まあ、象徴している象徴しているじゃなくて、話を聞いてこれを日本の今後のですね、その中国における外交の基本としていかなければいけないと私は思っています。他の逮捕された人間に関しても皆さんはさまざまな情報を取っているはずであります。そこで申し上げますが、この鈴木氏の発言を踏まえれば、外務省は中国に渡航する人間に対してこういうふうに警鐘を鳴らすべきだと。新華社が報道していない外交的な話は一切するべきではない。また中国に渡航する人間がどっかで公安調査庁の人間と名刺交換をしているんだったら、あなたは行ったら逮捕される可能性があるから行かない方がいい。こういったことを警鐘を鳴らすべきだと思いますが、お伺いする。安藤領事局長。お答え申し上げます。これまで外務省といたしましては、海外安全ホームページ、それから在中国大使館総領事館を通じまして、中国では国家安全に危害を与えるとされる行為は刑法、反スパイ法等に基づき取り調べの対象となって国家安全当局に拘束される恐れがある等ですね、詳細な注意喚起を行ってきているところでございます。海外に渡航滞在する法人の方が政府の最も重要な責務の一つでございまして、引き続ききめ細やかな情報発信、注意喚起を通じ、在留邦人の安全確保に努めてまいりたいと考えております。委員長。松原君。それじゃあね、ダメなんだよ。それで分からないじゃない。チャン・ソンテクが処刑されたなんて話は日本ではみんな知ってた。テレビ局だってみんな報道してるし、新聞社だってみんな報道してる。普通の日本人の感覚でこれが中国に大きな毀損を与える行為だと思わないですよ。チャン・ソンテク北朝鮮で殺されましたね、北朝鮮どうなってるんでしょうかねと。しかしこれは新華社通信が報道していないからアウトだと言ってるんですよ。そんな抽象的なことではなくて、これからは新華社が報道していない外交のことはもう喋るなと、捕まる可能性あるぞと警鐘を鳴らすべきだと私は思います。もう一回答弁して簡単に。安藤領事局長。外務省といたしましてもですね、中国に在留する法人の注意喚起については、引き続ききめ細やかな情報発信、注意喚起を行っていきたいと考えております。委員長。松原君。なんかこういう具体的なこと言ったよ、ね、新華社が報道していないことをしゃべると捕まる可能性がありますよと。
一言言っといてお願いします。そこでこの鈴木さんはですね、日本大使館が極めて頼りにならなかったということをこの本の中で言っている。中国側の言いなりだった。日本大使館が積極的に動いてれた形跡がない。やれることだけやってくれたという感じがしない。悔しいと。居住監視時の日本大使館の対応は失望しかないと。こういうふうに鈴木さんは言ってる。大臣、このことについてコメントいただきたい。林外務大臣。この個人の出版物の中身につきまして、コメントすることは差し控えたいと思いますが、一般論としてですね、政府としては中国当局による邦人拘束の事実を確認した場合、邦人保護の観点から、領事面会や、ご家族との連絡、求めに応じた弁護士の斡旋等、できる限りの支援を行ってきておりまして、今後も適切に対応してまいりたいと思っております。また中国側に対してですね、この首脳外相会談を含むさまざまなレベルや機会を通じて、早期帰国の実現、そして司法プロセスにおける透明性の確保、などを働きかけておりまして、引き続きそうした取り組みを継続してまいりたいと思っております。松原君。2200日中国に拘束されていた人間がこういうことを言ってるんだから、一般論としてという議論ではなくて、一人一人のこういう話をですね、きちっと耳を傾けて、一人たりとも邦人は日本は守るんだという姿勢を示してもらいたいと、私は強く大臣には要請をしておきたいし、領事局長、やっぱりね、こういうことをね、本人には話聞いてると思うけれども、非常に失望したというのを僕に言ってました、私に会った時も。みんな他も言ってるかどうか、それは抑制的な人もいるかもしれないけども、こういうことはね、明確にしていかないとまずいと思う。その上で、さっき言った通り、新華社が報道してないことをしゃべるとリスクがあるということも言った。渡航に関して、危険リストって、危険レベルってあって、レベル1は十分注意してください。レベル2は不要不急の渡航はしないでください。レベル3はもう行かないでくださいと。レベル4はその現地にいる人は退避してくださいと。こういうことでありますが、私は、中国はチベットとかウイグルとかレベル1になってますが、この彼の発言や、さまざまな日系日本人が中国で理由もわからずに拘束されている事態を見るならば、中国全域は少なくともレベル1、渡航の危険リスクレベル1にするべきだと思います。大臣、ご意見をお伺いしたい。林外務大臣。この外務省海外安全ホームページに掲載をしております危険情報ですが、渡航滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国地域に関しまして、日本国民の生命及び身体に対する脅威を考慮しつつ、中長期的な観点からですね、その国地域の治安情勢をはじめとする政治情勢、社会情勢等を総合的に判断し、それぞれの国地域に応じた安全対策の目安を知らせるものでございます。で、今委員からご指摘がありましたように、中国についてはですね、新疆ウイグル自治区とチベット自治区において過去に多数の死傷者が出る事案等が発生しまして、今後も不測の事態が発生する可能性があるということで、危険情報レベル1としております。またこの危険情報において中国では国家安全に危害を与えるとをされる行為は刑法、反スパイ法、軍事施設保護法、測量法に基づいてですね、取り調べの対象となり、国家安全部門に長期間の拘束を余儀なくされるのみならず、裁判で有罪となればですね、懲役などの刑罰を科される恐れがあるので、注意するように呼びかけておるところでございます。海外に渡航を滞在する邦人の保護、これ、政府の最も重要な責務の一つでありまして、今後とも適時適切な危険情報の見直しも含めた、きめ細やかな情報発信、注意喚起を通じて、在留邦人の安全確保に努めてまいりたいと考えております。松原君。大臣、最後に、今後はこの見直しを含めてというふうにおっしゃったんで、私は矛を収めますが、少なくとも中国は今言ったような状況を考えたらば、極めてリスクがある。危険情報1を中国には明確に当てはめる。そのことによって中国側が
新華社通信が報道していないことは、そんなことを喋ったら許さないみたいな、そんな噴飯もののですね、その逮捕しないようにさせる、これ外交の力だと思うので、今変更もあり得ると言ったんで、期待しておきたいと思います。